今日のビコトバの、タイトル一緒に読んでみましょう。3回、旅でのように。今日のビコトバなんですけど、第2サムエル6の14。一緒に見てみましょうか。3回、旅では主の前で力の限り待った。旅では、アマルノの越後手を 待っとっていた。皆さん、有名な絵を描く人の中でミケランジェロ知ってますか？ミケランジェロ、ミケランジェロの有名な作品があるんだけれども、その作品の中で皆さん、これ見たことあるんですか？これ見たことある？見たことある人、 皆さん、これ常識だからちょっと知るべきなんだけど、これは旅で城って言ってですね、これは先生が頭だけこれだけ閉じたんだけど、もともとこう全身長なんですね。すごくこういう旅でっていう、この人を彫刻したんですけれども、これ聖書に出てる人なんですね。聖書に出てる人。 皆さん、旅で王、旅で王聞いたことありますか？旅で王、一緒にサナちゃんも礼拝しましょう、神様を。で、旅で王のことなんだけど、だからミケランジェロはこう聖書に出てるこの旅で王をこうやって作品として作ったんですね。で、旅で王はすごく有名な人物なんです。 歴史的のこの人物なんだけど、今日その人の話をちょっと見たいと思うんですけれども、この旅ではですね、ここにはすごくかっこよくこう出てるんですけれども、旅では実はお兄さんが7人いたんです。7人、お兄さんが7人いて、その一番下8番目がこの旅でだったんですね。 この旅では何のことをしたかというと、こうやって見ると、旅ではですね、こうやって見ると、この人の仕事なんですか？その時にですね、このイスラエルの時だったんだけれども、その時も何をしたかというと、この人はですね、こう中大頃、中大の頃ですね、皆さんの頃、そういう頃に何するかというと、羊飼ったり、 羊をこうケアする羊飼いだったんですね。で、それからこの人の特技が何かというと、その人特技何ですか？これ楽器を演奏する。ちょっとイルエちゃん静かに、バスに座ってくださいね。今神様を礼拝してるから隣で一緒に助けてくださいませんか？なんで、こうやってですね、これ見ると何を こうするかというと、楽器がすごくうまかったんです。だから今で言うと、聞いたとか、こういうのがうまかったんですね。で、それでこの一番末っ子で、あんまりこう、そこまでですね、イケメンだとか、力がすごいんだとか、そういうのなかったんです。で、一番末っ子だから、お兄さんたちがもう7人もいるし、で、お兄さんたちはすごくイケメンで、 力強いものたちがいっぱいいたんです。こういう人だったんだけれども、今で言うとですね、もうシンガーソングライターみたいですね。一人でこう、アラノでですね、こうやって聞いていきながら、神様を賛美する者だったんだけど、でも、神様はこの旅でを注目したんです。それでイスラエルの初めての王が誰だったかというと、サウル王なんですね。 その次に誰をするかって言った時に、神様は誰を選んだかというと、この旅でを選んだんですよ。自分のお父さんでさえも、この旅でのお父さんでさえも、え、うちのこの一番あんまり地味でいつもなんか音楽ばかりこうやってるこの子がなんか王になるんだと。その当時はですね、このサムエルという人が 神様が選んだ人にはこう油注いだんですね。で、この旅ではですね、17歳ぐらいの時に神様に選ばれて、これからあなたは
イスラエルの王になるんだと、そういうふうに神様が選んだんです。でそれからダビデがどんなことがあったかというと、皆さん日曜学校で聞いたじゃないですか。何のことがあった？このダビデがお兄さんたちが戦争に行ったんですね。自分は一番末っ子で力ないから戦争に行けないんだけど、お兄さんたちが戦争に行って、あそこに弁当とか食べ物を持って行こうとして行ったんですね。その行ったらそこで何が起こったかというと、皆さんこれ知ってますね。ダビデとゴリアデの話。それでそこで自分のお兄さんとか偉い者たち全部このゴリアデでビクビクしてですね、はい、私たちはもう負けるんだって言って、こう何にもこのゴリアデに立ち向かうことができなかったんだけど、この少年ダビデがなんでこのマクドの神様を侮辱するこういうものを私が処理してやるって言ってですね、それでダビデとゴリアデがそれで戦ったじゃないですか。それでこんなでかい将軍だったんだけれども、このダビデがこういうふうに石をバッて投げてですね、石を投げてここに当たってゴリアデ、この戦いで勝利することになるんですよ。その当時はですね、こうやって一対一対の勝負でですね、一番強いもの出てきなさいって言って、こういう勝負だったから、それでダビデがここで勝利したじゃないですか。ダビデによってゴリアデを殺して、イスラエルはペリシテという国から勝利することになるんですね。でそれからどうなるかというと、このダビデはその当時王様がいたんです。王様は誰だったんですか？一番イスラエルの初めての王誰だったんですか？サウルっていう王だったんだけど、その人がまだいたんです。でもダビデがますます人気者になるんですね。わあ、こんな小さい少年ダビデがこのゴリアテを倒したってことになって、ダビデはすごく人気者になるんです。一方、ダビデは何が上手だったか、楽器が上手だったんですね。それで王様がですね、私頭痛い時には私の隣でちょっと楽器を演奏してくれって言って、自分の王宮に近づくようにしてたんですね。そこでダビデはこうやって演奏したりしてたんだけど、あまりにもダビデが人気者になるから、イスラエルの中で、それでこのサウルがどうするかというと、このダビデをですね、槍で殺そうとしたんです。もうイラ立つなって言って、こうやって演奏してるのを殺そうとして、それからダビデは逃避生活をするんです。このサウル王が、神様がこのダビデを選んだんじゃない、私の家はもうこれから王位を継がなくなるんじゃないって言って、このダビデを殺そうとするんです。それで皆さん、このダビデはどうなるかというと、17歳ぐらいにはこれから王になるんだっていうふうに任命もらったんだけど、でもこの王様によって殺される、その危機で何年ぐらい、皆さん、なんと10年以上そういう逃避生活をするんですよ。誰かにちょっとだけ嫌われるだけじゃなくて、国の一番偉い者がもう人々何千人を設けてこのダビデを殺そうとするんです。10年以上逃避生活。それで皆さんがこう聖書の中で詩編見るとですね、詩編はダビデが書いたそういう賛美がいっぱいあるんです。私こうやって殺される危機にあります、大変です、それを全部歌でですね、これで作った、それがたくさん書いてあるんですね。でも神様がどういうふうにするかというと、このサウル王ですね、この王が戦争に行って死ぬようになります。その王様が死にます。それでダビデはやっとこのイスラエルの王になるんですね。その時が30歳だったんです。で30歳でダビデはイスラエルの王になるんですね。でそれからダビデは何をするかというと、その時主の箱っていうものがあったんです。
その時はこうやって教会がいたわけじゃなくて、こうやって主の箱がいて、なんかこうやってテントみたいなものがあったんですね。で、人々が神様を礼拝するためには、ああいう幕やっているんだけど、そこにいてこう神様を礼拝したんです。今は教会に来て礼拝するんだけど、そこですごく重要なものが主の箱っていうものだったんですね。これは神様が私たちと共にいるんだっていうことを象徴するものだったんです。もうその中に神様が存在するとか、そうじゃないんだけど、象徴的なこのものだったんですね。でもそれをペリシテ人に奪われたんです。敵の国から奪われたんだけど、それを戻すことができたんです。それをやっと見つかって、それを旅ではこのイスラエルの一番首都あるじゃないですか、一番大きな町エルサレムの旅での町に、それをやっとこれを探したから、見つかったから、それはまたこうやって戻すようにこうするんですね。その時の出来事なんです。それでみんなですね、わあ、失われた主の箱がやっとエルサレムに戻るんだってですね、多くの人々が集まってそれを歓迎するんですよ。で、人々がそれを担いで主の箱を持ってくるんですね。今で言うとこの国全体で一番の大きなイベントなん、イベントじゃなくて一番の大きな大事なことなんです。勝利を表すこと。そのイベントが開いてですね、それが開いて、例えば今 YouTube で生放送されたと考えてみましょう。今で見たらそれ生放送するじゃないですか、国のいろんなことがですね。それでそれがこう見るとこんな感じなんですね。人々が白い服着てですね、主の箱が来るんだって言ってですね、人々がこう楽器を鳴らして、バイオリンとかチェロとかいろんなことを鳴らして、神様感謝します、こういうフェスティバルなんです、本当に。でもこれは大事な、このすごく重要な国のこの儀式でもあってですね、人々が全部見てるんですね。わあ、すごい、多くのイスラエルの人々がこうやって集まってるんです。それじゃ、そこで一番注目する人誰ですか？旅で王じゃないですか。旅で王はその時どうだったかというと、そのことなんだけど、旅で王はその時何をしたかというと、皆さんこれ見てみてください。3が、旅で王は主の前で力の限り跳ね回った。旅では亜麻布のエフォーデをまとっていた。皆さん今 YouTube で生放送されてる、国の大事なそのことが行われてる、私たちが勝利して神様を助神様の主の箱をここに入るんだっていう、その大事な時に王様がこうやってですね、一番前に出るじゃないですか。でも旅ではどういうふうにしたかというと、自分の王様だったらすごい服、皆さんも時代劇見たらすごい服をなんか着るじゃないですか。その服があるんだけど、旅ではその王様の服をこう脱いでですね、こういう亜麻布のエポで、すごくこう普通にですね使われる、そういう一般の人も使う、そういう服を着てですね、本当にこうやってですね、皆さんちょっとどうなるかと、どういうふうにしたかというと、本当にここで男装したんです、もう神様の前で。ちょっと先生も今この前なんだけど、ちょっと恥ずかしいんだけど、旅ではそれくらいじゃなくて、そこでも神様感謝します、ハレルヤー、こうしてね、今 YouTube で生放送されてるのに、あそこで一人だけでテンションが上がってですね、そこでめちゃめちゃこう踊るんですよ。めっちゃ踊るんだけど、その時にちょっとね、旅でのなんか自分が踊る中でちょっと下着がちょっと見えたんですね。例えばこうやってしてなんかちょっとパンツが見えたとかですね、それぐらいに踊ったんです、そこで。これ見ると旅では、ここに見ると主の前で踊ったと。なんで踊るかというと、この
な私、羊飼いで過ぎなかった私をイスラエルの王様になるなんて、これは本当にありえないことで、神様がイスラエルの王です、イスラエルの王様は誠の神様なんです、私が王様になるなんて、これはもう驚くことであって、もう神様感謝します、これはすごいことです。はい、皆さん、私たちも誰かすごいもの見たら、ワールドカップですごいことだったら飛び回って跳ねても喜んですごいって言うじゃないですか。この旅では神様にあまりにも感謝だったんです。こんな私が王様にしてくださるこの神様、実はこのイスラエルの王は神様なんですよ。私はその前で踊ります、神様は喜んで踊ったんですね。恥ずかしいこともなく、そうしたらその姿をですね、この旅での王宮があるじゃないですか、そこでその奥さんが見ていたんです。奥さんミカル、奥さんの名前ミカルだけど、実はこのミカルは、ミカルが旅でが踊るのを見たんですね。そしたら実はこの人はサウル王の娘だったんですよ。でそれを見てですね、旅でがもうこうやってダンスするのを見てですね、こう言うんですね。何かというと、心の中で思ったんです。恥ずかしい、なんでそんなことするの、なんであんなに出しゃばりしてはしゃいでテンション一人で上がってるの、あ恥ずかしい、あなんでそんなことしてる、もう狂ったんじゃない、こういうふうに心に思ったんです。心に、で旅でが帰ってきたらこう言ったんですね。あ王様は恥ずかしいことも知らないんですか、王様も下着も見えたんですよ、人々あんなにいっぱい見てるのに王様は恥ずかしさもわからないんですね。今何のこと、今国で行われてるの知ってますか、あ本当に恥ずかしいですね。そういうふうに言ったんです。心でも無視したんですね。そしたら旅ではこう言ったんです。旅ではミカルに言った、一緒に読んでみましょうか。3回、あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に命じられた主の前だ、私は主の前で喜び踊るのだ、私はこれよりもっと、これ何て読むんですか、戒められ自分の目に今こうなるだろう、しかしあなたの言うその女奴隷たちには敬われるのだ。何かというと、旅で言うんです。私はお前の前でやったんじゃないんです。私は主の前でやるんです。私が行ったのはお前のためじゃないよ。主の前でやった。私はその王様の前でもっともっと低くなっても大丈夫だ。子供がですね、こうお父さんの前で大変喜ぶ。感謝だって言って大変喜んでも恥ずかしいことがない、私はその主を、誠の主を本当に感謝しますって、もっともっと低い姿で踊っても大丈夫なんだ、でもあなたからはそういうふうな軽蔑を受けることは、それは絶対そんなことはできないんだ、そういうふうに言うんですね。それでミカルはどういうふうになるかというと、死ぬ時まで子供がいなかったんです。この旅でをこういうふうに見下げしたんですね。見下げした結果そうなったんですね。だからここで私たちが見るかというと、この旅でが何の表現をしたんですか。私を応仁してくださった神様を感謝します。皆さん聖書を見るとこういう言葉がいっぱいあるんですね。一緒に読んでみましょう。3回、あなたがそれを仰ぐと風は運び去り、はそれを窓散らす、 あなたは主にあって喜び、これ見ると主にあって喜ぶ、何を喜ぶかというと神様を喜ぶ、また違うところを見ると主を喜ぶことはあなたの力です、また違うと見ると主を自らの喜びとせよって言った、神様は
私たちが主を喜ぶことを考えてください。あ、ダビデは王様にもなったし、喜ぶこといっぱいあるんじゃない？で、私たちもダビデよりもっとですね、喜ぶことがいっぱいあります。え？こんな私なんだけど、神様の前で罪人だった私を主が救ってくださって、私はこれから永遠の天国、永遠の滅びから永遠の天国に行くようになれる。私のその大変だったその罪をイエス様が十字架で背負って、罪を許してくださって、私を許してくださった、私を解放してくださった、私は神様の子供になる。いろんな大変なことあっても主が私を守って導いてくださるんだ。永遠の天国、神様の子供になった、これを考えるとですね、これが私たち一人一人の状況と関係ない喜びになるんです。試験がよくできた、良い高校にいた、そうしたらその時は喜ぶんだけど、その喜びは、皆さん良い高校行くじゃないです、先生もすごく良い高校行ったけど、そこに行ったら、ああ、全てが私の目的達成だ、これからすごいな、終わりじゃないんですよ。そこに行ったらまた大学のためにまた、その喜びはずっと続く喜びではないんです。また大学行ったら、その中でまた目指すことがあり、またその中でもまた喜ばない状況もいっぱいあるけど、神様、私たちが主を喜ぶことを願ってるんですね。救われたそれを喜ぶことを願ってるんですね。それで皆さん、ちょっと見たいと思うんだけど、こうやってですね、皆さん最後になるんだけど、皆さん付き合ってる人がいたと考えます。愛する、すごくこうやって愛してこう付き合うことになったんだけど、付き合ったら本当にこう愛してるじゃない、こう好きなんだけど、好きよって言って、こう私たちこれから仲良くしようってするんだけど、それをですね、でもこれはね、あなたとお前だけの秘密だから、人がいるところで何にも嫌だねって、例えば結婚してるんだけど、はい、こっそりとこうやって結婚はしてるんだけど、誰にも言わないでね、皆さん、そうするんだったら、ちょっと外で私に愛情表現するとこう恥ずかしいから、ちょっとか分かりますか今。あ、じゃあそれですね、人がいる前では私の彼女です、私の彼女です、可愛いでしょ、私の妻です、可愛い、そういう表現何にもなくて、人の前では何にも言わなくて何の表現をしない。で、その隣の人がですね、あ、楽しいね、あ、なんかすごい、なんか腕でも組もうとしたら、恥ずかしい、人が見てるやんか、こうするとどう思いますか、はい、どう思いますか、皆さん、本当に私を愛してるのか思うじゃないですか。堂々とその愛を表現する。それを見て隣の人が、なんでお前たちはあんなに愛してるのって言う資格ないんです。私たちは神様に愛を表現しましょう。それで私たち今ですね、日曜日にまた礼拝するじゃないですか。神様を賛美する、それただです、皆さん楽器を演奏する方も、楽器を演奏するじゃない、これ神様に歌を歌うんです。表現、感謝しますだから、皆さんがこれから歌を歌う時には大声で、恥ずかしく思うこともなく、隣の人が音程が悪いとかどうであれ関係がないんで、むしろそういうの気にするのがですね、ダサいっていうか、皆さん分かります、神様との関係でですね、皆さんが表現をいっぱい、どう人々どう思われるのか、今愛してるのに、それでもお祈りしましょう。でも私ちょっと神様もっと愛したいんです、
心から本当に賛美を捧げたいんです。先生も最初はですね、こう歌だけが歌が好きだったから、こう歌のノリでですね、歌のノリで歌う時もあったんだけど、でも歌詞を考えて、神様は私も旅でのように愛を表現しよう、それで今マスクつけてるんだけど別に大声で大丈夫です。賛美をするときには今私も旅でのように神様に叫ぶんだ。それとですね、この愛っていうのは告白すればするほどもっと大きくなるんです。表現すればするほど大きくなる。皆さんが賛美で大きくこうすればするほど、また神様の愛がもっと深く感じるようになる。それあるんですね。そういうように豊かな賛美の時間を持ちましょう。またこれからですね、25日はクリスマス礼拝、クリスマスワーシップがあるんだけれども、その時に私たちこう特別賛美をこうしたいと思うんですけれども、それで今日練習しようと思うんだけど、それもですね、音程がもちろん歌う時には、あ、私は神様の前で綺麗な声でやってみようって言って、それで練習をするんですね。重要なのは主の前で、だから教会来たら皆さんと主の前で楽しむ。それで、私神様もっと心から賛美したいです、私もイエス様の愛を教えてください、聖霊様助けてください、それで私も心から本当に喜びたいです、そういう私と皆さんなりますように祝福します。主の前で賛美しましょう。隣の人と言ってみましょうか。主の前で賛美しましょう。隣の人と言ってみてください。隣の人にちょっと挨拶代わりに言ってください。主の前で賛美しましょう。また祈りもですね、祈りも同じだから、そしたら一言お祈りしてまた賛美しましょう。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、私たちが本当にこの王様の旅でも人々のことじゃなくて本当に主の前で喜んでダンスしたんです。私たちもその心からあふれる賛美ができるように助けてください。イエス様を心から愛して表現できますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。一緒にですね、感謝しつつ主の門に歌いましょう。